安楽死や尊厳死に賛成ですかはい。毎年鎮静剤の内視鏡検査をしてますが死ぬ時もこんな感じがいいなといつも思います。自殺の最大の原因が病気といいますが痛いのもつらいですよねあの。日本で自殺する人が一番多いのって高齢者でもう治らない病気になりましたっていう人が自殺したりするんですよね。なのでもう治らない病気で痛みがずっと続きますとかであれば自殺するっていうのを本人の,その判断だと思うので。 で、その、自殺が良くないよねって言って、病院で死なせてくれないので、じゃあ、あの、電車に飛び込みますとかっていうので、電車の人たちに迷惑かかるので、それぐらいだったら、あの、もうこれ以上生きてても治らないよねっていう人は自殺するのを認めた方がいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。